それでは皆様大変お待たせいたしました文化会はいかがでしたでしょうかこの時間はブレインストーミング4 IR4 全体会議フィードバックを行ってまいります先ほどと同様皆様ご自身のスマートフォンをご準備いただきましてこちらのオンラインアンケートツール利用方法に従いましてご参加いただきたいと思いますのでご準備をお願いいたします さあこの時間モデレーターは藤沢様にお願いしたいと存じます、はい、よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあいきなりもうラップアップの時間になりましたけれども皆さん楽しんでいただけたでしょうか、えー、各分科会大変盛り上がってまいりましてまあ、他どんなお話だったのかなと気になってらっしゃる方も多いと思うので、えー、ここからは各分科会でどんな議論がされたかというのをご披露いただきたいなと思います、うん、さあでは立ってまいりましょう竹中先生もぜひお付き合いくださいませ前に参ります、はい、じゃあワンチームずつ お話を伺っていこうと思うんですがまず順番はいろいろでいいですかね。お任せします、はい、じゃあはい、まあ 第二からいっちゃう。一じゃないの。全然心の準備できていないはずい。今日はすごいフリさんとそしてここで吉本さんで参加してくださったのがガジガヤさん。はい。ガジヤさん、ガジガヤさん大丈夫？心の準備が大丈夫です。あ大丈夫って聞くとみんな不安になるんで。あ、ごめんなさい。大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。ゲイをしていただいてもいいし。あ、本当ですか？最初私が間違ってここでコントするって言っちゃったんですか？本当ですか？めちゃくちゃコントするって感じしてて。 コントでもいいんです。このテーマコンド無理でしょうと思って。<laughs> コンサじゃなくていいんですよね。はい、もちろん結構でございます。はい。ありがとうございます。どうでしたかこの第二のセッション。はい、一言で。一言で言うと、はい、あの難しいです。<laughs> <laughs> はい。そしてでも発見したこととか。発見したことはまあ,あのすごく皆さんあのシェアリングエコノミーについてあのまあ、もちろん前提としてあの知ってるっていうのはもちろんなんですけどこう。 それぞれが不満を持っていたりとかするのがあったので<ー>やっぱ不満を持つっていうまで結構レベルがまず高いところまでいってるんだなっていうのも思いましたしあとですね、まあ、その僕がそもそもそんなにこう詳しくはなかったので、はい、その業界自体にやっぱりこう皆さんがこう思ってるようなこう、まあ、規制だったりとか、うん、えまあ信頼関係多様性とかまあ評価の仕方とかそういうところがあなるほどなっていうようなこう意見をいただけたので。 はい、すごくあの勉強になりました。ありがとうございます。というところなんですが、さっきちらっと聞いたら、芸人さんだけど面白いこと一切をしたら、すごい良いご意見をください。そうなんですよ、そうなんですよ。いやいやいや、もともとね、iPhone 芸人だから、お笑い一割、情報九割の芸人だって自分おっしゃったんですよだから情報のまとめ方が梶ヶ谷さんがすごく上手で、議論がこう、 動いた時にピシッと、あの去年言われたからフォローしてるじゃないですか。いやいやいやありがとうございます。はい。でも気づきが多い。来年はファシリテーター。ファシリテーター。交代？首？首？お笑いなんですか？お笑い。いや本当にいい気づきを。逆に梶井さんの言葉がきっかけになって議論がまたそこから動くみたいなことが実はあった。あ、ありがとうございます。そうなんですね。僕全く気づいておりません。はい。でどんな議論だったかと改めて。はい。あのもとはまあ資本主義の限界にまあその補完勢力としての入ュー エコノミー、まあ、それが資本あのシェアリングエコノミーなのか地域資本主義なのかみたいなことを議論したんですね。ここの会社に来てらっしゃる皆さんもあのアンケートを見ると2030年までに今のままの資本主義では、まあ、ちょっと問題あるよねっていう、まあ、共通認識はあったとで、えっとまあ、う私のまあこうキーワードがいくつか出たんですけども柳川先生がまさにこう経済学の先生としてでももともと資本主義って両輪あったんだよと。 元々がもちろんその成長を求める利益を求めるみたいなものもあればこちらとしてはコミュニティとか関係性みたいないわゆるその今シェアリングエコノミーの中で新しい価値と言われているものはもともと資本主義は内包していたんだけどもこちらの右側の車輪ばっかりが実は最近は強調されているのでむしろこちら側の,あの新しいニューエコノミーというよりも本来資本主義を持っているものをなんかこう人間の。 本能として、こう、これが欲しいんじゃないかということを言われたときに。そうなんだ、私、その時会場が、へえ、みたいになったんですよ、うん。で、その、新しいというか、価値というか、元々まあ、資本主義が内在していた価値というのは何なのかっていうところに。例えば、つながり、まあ、シェアーコっていうのは、よく。つながりを求めるとか、新しい関係性を生まれるというふうに言われるんですけども。つながりであったり、関係性であったり。そこに、まあ、お金には換算できないものが、今、価値としてあるのではないかと。いうことを、こう、皆さんが、まず、共通認識として、うん。 たんですよ。はい、ここまで大丈夫ですか、カズ、はい？あのほぼ同意見です。はい大丈夫ですね。ねね <laughs> <laughs> そこでカジガイさんがすごい面白いこと言ったのは、すごい面白いことだって言われますよ <laughs> いやいや。私的には <laughs> 面白いこと言ってないですよ。一つもいやいや。私的にはすごい面白かった。<laughs> はい、それは何かというと、じゃ信用がデータ化される世界。<laughs> うん、まあ例えばメルカリの今回あのあいぎさんもいたので、うん、まさにポイントがつくわけですよ。ウーバーにしても。で信用が価値がなると。 結構信用って難しくないですかその評価がって言われたんですよ、はい、例えば自分がいいことをやったと思っても相手の受け取り方はまちまちですよねということでそこから議論が膨らんだのは評価 っっていうもののやっぱりあり方、うん、でここに評価の例えば多様な評価とか評価の在り方自体がデータで今評価してるけれどもそれでいいんだっけみたいな、うん、あの要は価値の働きだから測り方が一律ではまずいんじゃないかみたいな議論になったんです、うん、だからいいことでしょ言ったことすごくいいこと言ってますね,それね <laughs> いいこと言ったでしょめっちゃ気づきがあったんです私、ねはい、でそこから議論が膨らみ、はい、で、えっと、結局その面白いことまた言わ,言われた方がいてその方は <laughs>、はい、えっと <laughs> 実際に京都で信用資本主義っていう、うん。うん こ活動されている方がいるんですね。いらっしゃいますか。いらっしゃいますよね。で実際にあいらっしゃるんですよ。も、はい、実際にあの私たちの青春が面白かったのは自分たちでこう新しい融資の仕組みを作ってらっしゃる NPO とかの方がいらっしゃったりとか、自分で都内でシェアエコなシェアハウスをやってらっしゃる方でそこで実際にこうスキルスキル交換をやっていますという方が実践者がいたんですよ。で事業者としてメルカリさんがいた。なので自分たちこういうことやってるけどもこういうところがすごく価値になっていてでももっとこう したら面白くなるんじゃないか、みたいなことを、まあ、実践例としてお話しいただいたんですよね。で、その時にえっと信用資本主義をやってらっしゃる方が評価のあり方には許しが必要だっておっしゃったんですよ。で、それはあのさっきあのアンジュさんがあの詳しいんですけども。中国の？ いわゆるその信用経済みたいなことになるときに1回カンニングをしたらまずっとそれが残るとかログとして残っていくまあデータとして信用がたまるってそういうことですよねでもそこの評価の仕組みに寛容さとか許しとか多様性みたいなものがないとものすごく逆に窮屈なこれは新しい仕組みになるよねということを実は梶ヶ谷さんの発言からみんなが気づいたという。 どうですか？まあ、<laughs> 僕が導いたってことですね。はいはいはい。はいはい、あのそれだけで今晩のよく寝れそうです。<laughs> <laughs> はい。竹中先生いかがですか？<laughs> はいはい。あのちょっとその前にそのセッションに参加された方で今あの疑問が出た、えー、もう少しここを言いたいっていうことがありますか？これラップアップですっていうのは。うん。なそういうセッションなので、うんえー、少しそういう意見とか、うん、他のセッションの方ですごいちょっと疑問だっていうような方も、うん、そう出していただいてこうインタラクティブにぜひやりたいと思うんですが、はい、いかがですか？ 今のお二人のラップアップでもうセッションに参加された方、満足ですか。よろしいですか。え、大丈夫ですか。あ、ああはい、どうぞ。はい、どうぞ。今マイクが行きます。できれば、お名前を言っていただけますでしょうか。あ、すいません。あの政策の勉強化をしております。い田と申します。あの、話の中でですね。N. P. O. とかが、あの利益を。 目指さないスケールを目指さないというやり方であの一生懸命いい事業をやっているというところがあったんですけれども私としてはですね問題の解決策がわからないものはあのやっぱり利益を持ってですね利益が出てくるところが正しいことを正しいやり方でやってるんじゃないかということで、うん、その資本主義をその一生懸命頑張るべきなんじゃないかというふうに思いましたいいことを正しいやり方でやっていればスケールしていくと、うん、やってないところは淘汰されていくと。 こうしてその社会課題を解決すべきなんじゃないかなというふうに思ったとところですす、はい、ありがとうございま私もちょっと私が感じがしたかもしれないんですけどねシェアリングエコノミーで例えば、こういうメシをげますけどもウーバーとかはい、はい、そういう方、デイデイとかですね。はいはい 過去7年間で一番儲かった産業ってこれじゃないですかそうですね、うん、そうなんですよだから柳川さんに、うん、言ったみたいにこれって資本主義そのものそうなんですよその話も出ました、うん、はい。実はそのシェア役やってたらプラットフォームだけが利益を総取りしてるのではないかと言って、ええ、そこは青柳さんについをに聞いたんですよどうするんですかプラットフォーム側としてっていうのを聞いたんですよね、うん、なんで答えたらぜひ青柳さんに <laughs> 利益をも ね追求しないわけじゃないですよね。追求してもいいんじゃないですかね。はい、いやあのやっぱりある程度に規模が出てきたあの人たちにはそれに伴う責任があるよねっていうことをまあ今年会社も上場もさせていただきましたし、お客様も 1, 1> <laughs> 1000万人という規模になっているのでやろうということを皆さんに宣言させていただきました。回 <laughs> 答弁、ありがとうございます、はい。はい, <laughs> はい、はい、まあまあそうですよね。はいええ、あの他に他の接種の方で疑問とかもしあったら、インタラクティブこれがあれですので。 もしなかったらですね、この信用の話って他のところでも結構出てきたので、今後ラップが順序終わった後、さらに全員でっていう時間を取りたいと思います。よろしいですか。はい。ではお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高田さん。ありがとうございます。じゃあ続きましては今度は順番通り行こうかな。どうしようかな。でも飛ばそうかな。じゃあんまり順番通りちゃいけないので、津田さんの第四番のチームに信用結構。 お話しされてましたね。ね。ジーマシン用の話がこちらのチームは次長課長の高本さん。はい。よろしくお願いします。お願いします。お本さんも最初からずいぶん飛ばしてくださってたような印象がごぶんばしでいきました。どうでしたかこの全体の議論？いやあの非常に何かその若い方の意見もありましたし、あのご年配の方の貧困のお話なので昔の。 え一番ちょっと印象に残ってたのは津田さんが最初にここで冷蔵庫でだん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 んじゃがいも1個になるっていうやつをそんなの贅沢だよって言ってたり戦争体験がある方がいらっしゃったのでまあ大変だからまだ大学生ぐらいの若い人から。 戦争体験ある人まで、ね、かなり幅広い世代の,、ねえー、あの意見が聞けたのでそこからの議論でしたから、うん、非常に充実してましたよねお互いこっちの方が貧困だぞっていうマウンティングから始まるみたいな <laughs> そんな感じでしたけど、ね、<laughs> なるほどなるほど。さんあっけけけなく負負まました <laughs>、はい、負けましたた <laughs>、はい、残念でございますがということで全体としてはどんな議論になったのかっていうのをっ、はいえー、と、まあ、一言で言うとやっぱり、まあ、あのこれもよく言われる話ですけれどもやっぱり貧困の問題っていうのは まあ必要な人に必要なやっぱり情報が届かない、多分本当にあの普段の,あの給料が安いとかそういうこと以上にやっぱり情報のリーチがないということが重要なんじゃないかなということで、まあ、これを解決するにはですねやっぱそういう情報を幅広く提供している NHK の受信料を無料にするということがいいんじゃないかという話、ね、<laughs> はあるんでこれ多分会場にいる人皆さん賛同してだくださるのかなとないうね気持ち <laughs> まあそれは冗談ですがただ、やっぱりあのでもそういう NHK がじゃあなんで YouTube とかあるいはいろんな形で無料でも情報を発信しているのかで結構これあの実はそういう今貧困に悩んでる人がファミレスの深夜のファミレスとか満喫にいるっていうような話があったでそういう人たちにまさに届けるためにどうすればいいのかっていうとやっぱりネットでのそういう情報の発信の届けるのも重要でしょうしまあ,あるいは何かあの フィナンシャルプランナーって言いますよね、うん、フィナナンンシャルプランナーって、まあ、大体まあ中堅層から富裕層が利用するようなもんですけど実はでも FP こそなんか貧困層がとても必要なんじゃないか頑張って世の中の FP の人にプロボノやってもらうっていうような話とか、うん、あでもまあそういうのは出会う場所みたいなものをどうリアルの場で作っていくのかっていうのが必要じゃないかって話もありました、うんはい、で一方で僕すごい印象的だったのはあのまさにテクノロジーで福祉の問題に取り組んでるリタン の岸田さんがなんかあの僕が印象的だったのはなんかまさにソーシャルゲームの業界からえ移られてグリーから福祉の業界に移られてでテクノロジーで解決しようと思った時になんかテクノロジーはやっぱりテクノロジー万能論ではなくてテクノロジーでむしろそういう問題に対してできないことが見えてきたっていう話これは結構なんかやっぱ貴重な話だったんだと思うんですね。一方でやっぱり色々、あのー ゲーム業界から例えばリタリコみたいなところに来た人ってやっぱ発想力が結構豊かである種のゲーミフィケーション的な形でいろいろまだまだニーズとかを汲み取れてないものがたくさんあるんじゃないかなというところでさっきちょっと小本さんと話をしてたら実はなんか小本さんがすごくいい事例をちょっと聞いていて。 2ヶ月に1回ぐらい福祉介護福祉とかそういうところをあの僕が芸人としてこういろいろお話しするために回ってった時に福祉で働いてる方介護士の方にもう真っ先に何が一番今すごい足りてないんですかって普通にあの質問したら、うん、結構涙ながらにですね、うん やっぱりあのま,まず人,、まあ、人,が人手不足というのはもちろんなんですけど今、その介護とかそういう施設におられる方っていうのは、まあ、ある程度裕福な方ですでもちろん貧乏な方っていうのは自分の身内が見なきゃいけない介護になりますからでその施設に入れるだけのお金がある方っていうのはもうそこで自分はあのもう終わったというようなことじゃなくてセカンドライフをあの満喫してるわけですからおじいちゃん、おばあちゃんはおばあちゃんなんか特にですけどネイルしたりとか服を買いたいとかっていう願望はめちゃくちゃあるわけですよ。お金もありますとってなって た時に全員が一斉に人数の少ない。その介護で働いてる方に買い出し頼むんですって買い出し頼んだら、その人たち一斉に買い物に行かなきゃいけないんですよ。<laughs> うん、で、皆さんよくあのもうあ,あの介護のね。あの施設とか行かれる方多いかもしれません。であの。 行ったことのなないい方ももあるかもしれないですけど、うん、結構、ね、離れたところにあるんです町から、うん、結構そういうところにあって岡山でもまだ未だに施設がバンバン立ってるんですよ、うん、でそんな中いきなり買い出しでバーっというような人数で一斉に行かれたら今度はもうそこで働く人がおらへんになったりとかっていうの大変だとだからお願いですからこれぐらいちょっと大きめのパッドで買うっていうボタンと商品がピャーってやったら出てくるやつをポンと押したらすぐ来るみたいなシステム作れないですかって。うん 普通にあのこう言われたのでそういうのっていうのはもうテクノロジーと今の中でなんかうまいことを考えなさいってできるようなこともあるんじゃないかなっていうのは今、多分アマゾンダッシュボタンってあるのではい、はい、あ,ああいうものをうまく使えばまあ余裕で多分できるし、まあ、欲しいもの機能みたいなのを使ってできるっていうのもありますからね多分、でもまあその話をしたら岸田さんとかもすごく面白いんで,ううで、ね、誰にこいでやりたいなんて言ってたのではい、はい、もしかしたら一つ企画がスタートする、ね、かもしれないですね。うんはい うんという話がありましたね。はい、あともう一つ一つアイデアとして面白いなと思ったのが結局だからやっぱりあのこれだけまあ人も少なくなってきて福祉や医療でどうしても多分今よりあの良くなるっていうことはよっぽど消費税ねすげえ上げるとかじゃないと、はい、ま日本って厳しいと思うんですね。まあ、その厳しい中で多分あの神あの官だけに任せると厳しいようなそういうセーフティーネット、えー、とかまあそういうものをどう民で お互いい助け合っていくのか例えば吉本興業だって吉本興業はすごく厳しいけれどもでも芸人同士のやっぱり先輩が後輩の面倒を見てその売れた後輩が売れたらまたその後輩を見ていくっていうような,なんか会社とは違うまた論理で動くそういうようなコミュニティをいかに複数作ってそこをどう移動させるのかみたいな。 っていう、あるいはそこでの、あの参加しやすい仕組みに、ブロックチェーンが活用できるんじゃないか、なんていう、そんな話も出てきて。ここら辺は、なんかもっともっと、あの広げていくと、面白いんじゃないかな、というふうに、思いました。吉本芸人、ブロックチェーンプロジェクトです。あ、いいですね。もう、そういうの、ぜひやってもらいたいです。なんか、その。伝統もらいたいんですね。やるんじゃない。いや、いや、僕も、自分もやりたいですけど、伝統が、こう、つながっていくのを。うまいこと、なんか、企業にシステム化できないのかな、っていうような、ことは思うんですね。我々だって、別に、言われて、何かをしたわけでもないですし。なんか、そういうふうにしても、成り立って。 言ってるので、そうなんかうまいことできないかなっていうのは議論です。ごく面白かったですね。竹中、はい、先生、こうなんかテクノロジーで格差は解決できるかっていうテーマでした。けれども、も、うん、まあ、解決できるところもあるし、まだ格差とかの問題が。 こうテクノロジーとつながってないところもいっぱいあるって感じのの話ででしたよね、うん、あのですねあす、うん、数年前の慶応大学の小論文で面白いのが出まして、はい、実はあの芸人さんと関係あるんですけどね、はい、あ例えばあの芸人さんっいうのは特に落語家の方なんか師匠の背中を見てね、はい、別に何か教えてくれるわけじゃないと、はい、荷物ついていろんなとこがあって師匠の背中を見ながらいろんなことを学ぶ師匠に徒弟、まあ、制度で学ぶ。 で一方ですごくそれをサイエンティフィックに分析してこういうふうにすれば笑いがある程度取れるとか,なんかいろんなこうやり方があるわけですけれどもその世界はどんなふうになっていくというふうに AI 芸人とかがこれから出てくるでしょう,どう戦っていいくかみたいな話ですよ、ねでえー、っと1回だけプロジェクトで AI にあの全部その持たせて大喜利で対決したときにボロ負けしたことがある <laughs> <laughs> ね、AI っていうのは膨大な量なので確かに、ね、AI ってあの1台に見えますけど複数の情報量が入るわけじゃないですかでこっちは1個しかないわけです一 1>, <laughs> 1個の24年間の芸歴人生しかない、うん、思いっきりぶつかっていって負けましたけど<ー>でもそうなっていくと今度はてうんですか、ねまあ、別にあのコンビで組む必要もなくなってくるし <laughs> AI と漫才したっていいわけですしとかあとは、えー、今は。あの amazon audible とかまあそういうのもあるんですけどだんだん、こうもちろんテレビの方の映像の発信もあるんですけどまたもう1回ラジオの,方の方にちょっに戻ってきて次長課長のネタを聞かせてって言ったらまあここから音声が流れるとかまあそういうのも AI で十分対応できるので僕らのルミネの劇場は500人しか見れないんですよ。日どどんんだけけ頑張っても500枚のチケットしかないんですだけど全国には 何百万人と見たい人がいるわけで、その人たちに同時に、またこう放送できるとか、そういうような AI のシステムも。できたら、うまいことできるんじゃないかなと。若手芸人の貧困の問題も解決し。解決していけるんじゃないか。ですね。実に、実にすらない話はあります。ちょっと、もしも、あの、参加者でもう一人、二人ありました。じゃ、お一人だけ、そこで。はい。はい。お願いします。マイクお願いします。真ん中の方。あ。 毎年お越しですすねありがとうございま初めて伺ったんですけど <laughs> えと先生の専門なのであの経済インパクトと社会インパクトの掛け算だと思うんですよねで日本ってめちゃくちゃいいものいっぱい持ってるんですよで今あのおっしゃったように河野さんがしたのパッケージでですねいいものを集めてです、ね、人材もあの資本というかですねいいリソースも集めてパッケージで課題発見して課題解決していけばいいと思うんですよね で私は提案なんですけど内部留保はなんか200兆とか300兆あるんですかその少しでもそういうなんか問題解決のためにですね人材とかいろんなものを集めてパッケージでですねやると強いものいいものいっぱい持ってますからそんなことをイメージしましたはいはいありがとうございましたはい,い、はい、でははいお二人にまず拍手で、はい、ありがとうございました,、はい、ましたじゃあ AI よろしくお願いします <laughs> さあそれではじゃあ 何番目行きましょうか。はい、はい、竹下さんとはい、阿部浩二さんですね。はい、はい、お願いいたします。ありがとうございます。さあ、こちらはいかがだったでしょうか？安倍さん。 めちゃめちゃ楽しかったも、うんはあ、もううちちちちょょっっっっとととと面面白白いいいここ言てししめちゃめゃゃ楽しかった以外に、えっとあのー、すごくパンチがあったなと思ったのはリーダーの人がどうやって怒っていいか分からなかったりリーダーの人が、えー、みんなついてこいよって言ってみんなにこう合わせようとして短パンとランニングシャツで登場したのにみんなが引いてたっていうねそんな話があったんですけどもそうやってやっぱ聞くとリーダーも本当に困ってんだなーなんて思いました。<laughs> こんにちは どうしよう面白い話を受け入れしましたよねやりました面白かったですやりましたはいやってやりましたやりましたね面白かったいや面白いですね面白いことないですかって結構無茶いやいやいやでも相当面白かったですよ本当にいやそれ自分の面白い話じゃないあ自分の面白い話ですか漫談やっていいんですかいいですよいや漫談やっちゃうとだってまたね伸びちゃいますから7分で決まってますからみんなそれぞれ15分ぐらいありましたからね短めに短めにはい で全体どんな拾いいやまあすごい面白かったですねみんなそういう終わっちゃういやもうそうしか有用がなんか質問が良くないですよくないですね具体的に何について議論され一旦盛り上がったテーマは何だったでしょうかあの本当にリーダーですよねそうそうそうリーダー本当に それだけです本当に議論してました、リーダー、みんなにシェアしなきゃいけないんで、この部分で、弱いリーダーが求められるかっていうにしどううういですそねまずは、強いリーダーとは何かとがたんですけれど、強さっていうのは、みんなを引っ張る人なのか、ビジョンを作る人なのか、マネージメントできる人なのかみたいな定義がバラバラだったんですけど、でもだんだん強いリーダーは大体こんなイメージだなってあったんです。 ですが弱いリーダーだともう定義が定まらなかったんですよね、うん、で中で意見出たのはあこれが強みじゃないかとちょっとややこしいんですけど、うんはい、弱いから強みみたいな、うん、でいろんな定義が定まらないからこそ,その組織にすごく多様性が生まれたりとか,、うん、なんかダイバーシティが生まれるんじゃないかっていう話が出ましたはい、はい、でそれでじゃあ強いんじゃないかなみたいな、うん、そうそうそう分, <laughs> 分かんなかったわかりました皆さん ちょっともう一回言っていいですか。もう一回。ええ、うちのリーダーちょっとお話があれなんですみません。弱いリーダー代表。あの、強いリーダー、ってなんかわかるじゃないですか。なんとなく、もうこんな、ここでプレゼンしてみたいな。でも、弱いリーダーっていうのは、自分をさらけ出す人だったりとか。怒ってるように見えて、ちょっとフォローしたりとか。リーダーとか、バラバラだったんですよ。なるほど。じゃあ、バラバラな人がいた方が、その組織は。 強いじゃないですか、はいで。そうですよね。なんか経済学でわかんないんですけど、ちょっと今間違えました。<laughs> えっとそ組織にたくさんの人が <laughs> たくさんの人がいた方が絶対面白いじゃないですか。はい、でそそじゃあそれは逆に。 どうすすればいいですかなのであの、最終的なところで言うと、はいはい、なんかやっぱ個人に魅力があって、そういった人たちがこう集まって、それぞれがリーダーなんじゃないかみたいなことだと思うんですけれども、<ー>全くおっしゃる通りちょっと素朴な質問でね、はいはい、例えば、今のように何が起こるかわからない時代、すごく不確実性の <laughs> 高い時代に関しては、やっぱり最終的にはこっちだっていうことを、強いリーダーがビジョンを示して決めていかなければいけない、はいね、そういう意味での強いリーダーが今求め一般には求められていると。はい 一方で例えばものすごい昔の日本の,その農耕社会で水をどう分けるかという、うん、それを決めるようなリーダーっていうのはやはりみんなの意見を尊重しながらみんなの合意形成をするような人そういう人っていうのはどちらかというとやっぱりみんなの弱みもさらしさらけ出しながらみんなの言うことをこうまとめていける、まあ、あの人が言うんだったら仕方ないとそういうリーダーとつまり、まあ、よく言われる農耕型のリーダーと遊牧、まあ、民型のリーダーというので今はどっちかっていうと強いリーダーが求められるっていうのがまあ 普通のこの経営学や政治家の社会の今の議論なんですがそ,れそういうのを受けたらどのような議論になったということになりますでしょうか<の>リーダー、リーダーどうですか今おっしゃるようにこっちに行けっていうのが求められていると思うんですがもっと複雑な時代でこっちがどこかも分かんないと思うんですよね。 いや実は僕も迷ってるんだよって言わないと多様な意見が入ってこないと、はい、もしかしたらこっちが間違ってるかもしれないときにうん、うん、じゃあ誰がそこにツッコミを入れるのかとツッコまれるリーダーっていうのはすごく重要で一見それは調整型に見えるけど決めた後も誰かがツッコんでくれるというのは本当の強さじゃないかなと思いますでもみんなシンプルにビジョンはしっかり持ってますというそこに向かっていってはいるけどという話です結構出口の話が出まして、はい、あの怒るっていうのは大事だと、うん、これは間違ってる。ただそこに出口 どん位置を用意してあげないと、はい、若い人から逃げ場がなくなっちゃったりとかあとは決まった後にここは間違ってますよって言えないと。で今どどんんななリーダーダででももすごい天才でも、うん 間違うと思うんですよね。で、例えばシリコンバレーで強いあの例えばウーバーの CEO とか、例えばいろんな CEO が出てきてますけど、実はトラブル続きだったりとか、イーロンマスクさんもそうですよね。なんか強いリーダーと思ってたのに、睡眠不足でちょっと最近ちょっと変になっちゃったりとか。で、そこにツッコミを入れる人っていう入れられる人っていうのは本当の意味でのリーダー。だからもう強い Y ではなくてさらけ出す人が重要なリーダーなんじゃないか。だから本人っていうことですね。本人人間らしいでこぼこな人ですね。でこぼこなすごいピースがすごいピース。はい。 ありがとうございます。まあ、ね、これから未来が未来、ね、占えないから、いろんな答え、周知を集められるような弱みを出せるリーダーが大事ってお話をされたってことですよね。参加してました。多いでしょう。まあ、あの、理解しました。ありがといです。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では、取りを取っていただきましょうか。佐々木さんに。 一番人気だったんですけどす皆さん、程よく別れてくださいましたけどね芸人さんを呼ばなきゃ <laughs> 板倉さん、お願いいたしますお願いします。 ねえ、お疲れ様でした。あれだけお疲れ様でした。あれだけ最初ね、ぶっちぎりで人気あったのに、ご夫妻で見たらなんかね、あのヒラリークリントンの状態みたいな。よくわかんないかもしれないですね。に絵面があれですよね。なんかもうやられたり、なんかい。あ、カミっぽい。はい。始めますね。お願いします。何ですか？お任せします。どうぞ。はい。はい。なんかですね、まあ最初にあのちょっと益男先生にお話を振ったらですね、もうすぐ答えを言ってくださったんですよね。 そそもそも AI とか関係なく仕事の8割はいらねえと身 <laughs> も蓋もないところでそしてほとんどの人は単に部族ごっこをやっているだけだと、うん、例えば大企業とかでもビール4社あっても,もうどこも同じようなビール作ってると全部うまいんだからいいじゃねえかも,いいないとかもう改善必要ないと、ねうんはい、けどそれでもやっぱ人間の本能として部族ごっこをしてしまう,ってう生き物なんだっていうところで始まって、うん、本当に参加者の方がいっぱい 発言してくださいまして、そこで銀行の方がいらっしゃったんですけど、確かにいらない仕事ばっかり我々やってますというような話をしてくださったりとかして、そういうなんか仕事論っていうのは最初盛り上がりましたよね。そうですね。うん。あまあ、盛り上がったんで。そう <laughs> でその中でやっぱ最初結構お笑いの話がで、うんうん、やっぱお笑い芸人が必要なのかどうかっていうところで。スネだな君。は <laughs>、うん、い,えいえ。<laughs> そうそうそうそ,う <laughs> <laughs> そこで <laughs>。<laughs> <laughs> ここでで倉さんんが結構悲観的だったんですよ <laughs> そうなんですよねなんでそう思ったんでしたっけもともとは震災の時に思っちゃったんですよねネタ作ってる自分を、うん、帰り見て、うん、こんなことやってていいのかっていう迷いとかからだから AI とは関係なく、うん、あここで人間にとって必要なのはもうご飯食べる人とそれ運ぶ人と自衛隊ぐらいでやってあ、はい、の人は平和が成り立った上で。うん 初、えー、めて職業にさせていただいているんだっていうことを僕は思ったったていう話そう、ねうん、板倉さんは悲観的だったんですけど他の方も含めてやっぱお笑いみたいな仕事は絶対残るってことになってですね <laughs> でここもまた松尾さんが答え言ってくれたんですけれどもやっぱり2つあると。 人間には知性と、そして進化論の中で培ってきた人間性と正しいですかね、あの間違ってたら、ま、松井先生おっしゃってください、2つあると、でそのうち知性の方は AI にどんどん,どんどん代替されていくけれども、この進化論の中で培ったもの、例えば高いところに行ったら怖いと思うとか、そういうものはもう人間の長い歴史の中で培ったものなので、そういうものはもう AI は真似できないということをおっしゃっていて、うん 進化論の中の人間性のものであれば今後も仕事は残るというそしてその典型がお笑い芸人ってことになん、ね、ですねらしい進化の最先端ってこと、ね、進化の最先端、うん、だから結局 AI にアキラ100%をやらせても面白くないんじゃないかっていう話になったコンピューターの見せたくない恥ずかしい部分をなんかマウスかなんかで隠してやったりしても <laughs> いや別に見えていいじゃんってなっちゃうから恥じらいもないし、うん、あいつらには。 私分かんなかったけどアキラ100%って何ですかあ、こ盆でここちん隠してるやつあ、そういうそのあるんですかはいお笑い芸人の方お笑い芸人あー知らなかったんで何の話かなと思いながらすごい情報活性ですよあーすごい情報活性ですよねそれ結構なことですよ結構なことですかはい。分かりましたちょっと一回見たら忘れられない人間ですから一回も見ずに飼いくぐってテレビ見てたんですけど分かりました分かりましたその中でやっぱりショックコレラも知ってますうんだねこれショックコレラも知て そうえ、影山先生このまま行くと終わらないのでちょっと。すみません、ごめんごめん、すみません、ごめん。すみません。もうちょっといいですか。もうちょっと。すいません。時間も終わりです。はい。ちなみにちなみにひょっこり班はもう AI なんじゃないかってああ、そうなんですね。あれはもう AI です。あと大事なキーワードで勝野さんが出してくださったのが稼ぎと勤めってものが仕事にあるんではないかということで、まあ稼ぎは食べるためにお金を得るもので、まあ勤めっていうのはまた本当社会に貢献したりとか、そう、コミュニティに貢献したりっていうもの別で、今までは稼ぎの割合が多かったけれども、今後やっぱり務めの ところが増えてきて、うん、そこがあの仕事として大きく変わってくるっていう話も皆さんに非常に好感共感を得てたなというふうに思いますはい、はい、こんな感じでいつか、はい、すみません勤めのところと人間性のとかはつながるんですかつながります塩野さん私答えないですよね塩野さん勤めと人間性,人間性だからあの人物っていうキーワードを言ってくれたらいいと思います、はい、いやなんかその稼ぎと勤めっていうのとまあ同じような、うん こうまあ対立構造で人物と人材っていう考え方もあるんじゃないかなと思ってて。その人材っていうのはまあスキルとしてまあワットでこういうことをしますと。で人物っていうのは誰がどういう思いで、どういう時代背景どういうことをしてるかみたいなその五ダブル一日含めての。まあ成果だったり、やってることっていうふうに見たときに。その稼ぎっていうところで見ちゃうと、どうしてもそのワットの世界なので。人材だったら誰でもできちゃうと思うんですよ。私がやっても佐々木さんがやっても、まあほぼほぼやってること一緒みたいな。でも人物っていう世界、まあつまりその勤めの世界に持っていく。こと ことができれば、佐々木さんがやってるからこそ、この話面白いよねとか。私がやってるからこそ、このリンゴ買いたいよねみたいな世界がやってくると思うので。勤めの比重っていうのがどんどん大きくなっていくと、人材ではなくて、その人物として。どういうふうに生きていくかみたいなことが、大事になっていく時代が来るんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。じゃあ、この後先生、みんなでセッションしていきましょうか。はい、お二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 まるでもう新しいなんかコンビができたみたいになってしま、はいましたでがでは竹中先生、ここからは全体を振り返ってあのディスカッションを30分弱ぐらいになりますけどどうディスカッションしていいかよくわからないようなあのラップアップを今していただいたんですけども。 ちょっとものすごくあのそれぞれのセッションでちょっと私あのいろんなセッションをのどかせていただいたんですけどもものすごく多様な議論が行われていてどれもまあ非常に面白い議論でそれラップアップされるのはこうアッシュレーターの方本当に大変だったという,ふうに思うんですがえもう一度ちょっとみんなで整理を議論を整理するためにもう一度各セッションの,あのファシリテーターの方から見て重要なテイクアウェイ は何だったか最も刺激的な発想は何だったかというのを、うんえー、2つぐらいですね各セッションで2つぐらい言っていただいて、ね、それに基づいて少し議論したらどうかなと思うんですけれども、うんえー、お願いいしししてよろしいでしょうか、うん、あの一番最初に <laughs> プレゼンテーションしてちょっと考える時間があったはずの浜田さんから。 えっと、私たちはやっぱりあの、まあ、資本主義を補完する仕組みをどう作っていくかという中でやっぱりそのお金に代わる見えない価値をどういうふうに評価するかということがやっぱり議論の中心だったと思いますでそして、えっと、先ほども言ったようにその評価の仕組みをどういうふうに作っていくのかこの2つがまあ私たちが大きく議論したところですねでその時に大事なのが寛容さ、多様さ。 とということですねだから一つの、まあ、お金っていうのはまさに一つの尺度で測るわけなので新しい価値っていうものに対しては寛容さとか多様さを持って評価をするということがあの皆さん結構議論の中心になりましたあの一つ疑問なんですけども今、世の中で揉めていること例えば貿易戦争でガランというようなこと全部お金に関することばかりのような気がするんですけども。も えー、そのお金の問題っていうのはますます重要になってくる重要になってくるんじゃないかという風潮もある中でいやむしろ見えない価値が重要だというのは。うん い,いかがですか？えっとおそらく皆さん資本主義自体はまあ、否定はしてないわけですね。えー、で、えっと。じゃあすぐにその米中の貿易戦争をこれによって解決します。とまでは多分2030年でスパンでまあ、議論したのでは、まあ、ならないと思います。正直ただやっぱりどこかで皆さんこのままではやっぱりいけないというのはあるわけですね。で、それが例えばえっと小さくても。 例えば地域資本主義もそうですしコミュニティの中だけかもしれないだからそれはインパクトソーシャルインパクトとしては今は小さいかもしれないで1人の方がおっしゃったのは評価軸をもうちょっと長く取ったらどうですかってことをおっしゃいましただからすごく短期的な視点でこのシェアリングエコノミーはよし悪いとかいい悪いとかいうのを早く評価すぎなんじゃないかって最後は面白かったのはやっぱり、えっと、いろんなことをもう少し評価をする時間軸を長くするということと、えっと、それを見直すということに対してもやっぱり寛容さが必要だと。うん、何かの仕組み を作った時にこれはいいよね悪いよねっていうのを短期間で判断しないでもう少しえっとそこに対しても寛容性を持って自分たちが個人がやっぱり意思を持ってそこのブラッシュアップに参加していくっていうようなまあ意見が出てそれがだからすぐにまあ竹下先生おっしゃるような大きな仕組みの修正に繋がるかっていうとなかなか2030年までには正直難しいとは思います。ちょっとあのあの まあ、ダレーターだけではなくて参加した皆さんに聞きたいんですけれども、ちょっとあえてこうあの議論のための議論をさせていただくと、その寛容さがないから今みたいな問題が起こっている、有、はいはい、貿易っていうのは必ずメリットがあるんだけども、あの今日の私の給料どうしてるんだというような、すごくミオピックなことがあるから、今のような問題が起きていると、ですからあの寛容さが必要だっていうのは、なんかそのまさにこれ、今の問題であってですね。でそうすると お金に基づく今のような価値がですね、大変あの保守的なエコノミストとしても聞こえるかもしれないんですが、そういう側面があるのではないかというふうにも思うんですけども、うん、誰に寛容さを求めているんだろうかということも含めては、うん、あのこれ、あれファシリティデーターだけじゃなくて、皆さん、このセッションに参加した皆さんが、ぜひ、いろいろ意見を言っていただきたいんですが。 あの時間切れで聞けなかったのでぜひ柳川先生にここであの助け場にお願いしたいんですけど柳川、はいはい、先生があの打ち合わせの時に日本型資本主義みたいなものがやっぱり作られるべきだしそういうものに議論を持ってきたよねっておっしゃってまあそこまでちょっといかなかったんですけども先生がちょっとイメージしていらっしゃるその例えば今ニューエコノミーというものを通底している価値とか日本型資本主義みたいなあの価値っていうのはどういうことをちょっとあの考えていらっしゃるのかちょっと助けてお願いします。 えらく大きな話を急にふられたすません感じですけれど <laughs> 大きな話が来ちゃったんで <laughs> えっと お金がいろんな形で役割を果たしていくのは、えー、とその通りだし今の例えばシェアリングビジネスなんかも実際その評価システムをビジネスに変えてお金に変えてるわけですよねだからお金を回回ってていいろろんんんなな形ででしていくののはその通りなんだううと思うんですねでそれはこれからも変わらないしむしろそういう新しい評価システムがお金に代わりビジネスとして発展してその結果みんなが豊かになっていくっていうのもやっぱりそういう発展の方向なんじゃないかっていう。 ふううに思うんですねであのいくつかの中で議論が出てきて僕がその周りの人と話をした時にはやっぱりその自由な発想と競争が必要なんじゃないか、うん、で切磋琢磨する中でみんなが例えば評価にしてもいい仕組みを選んでいったり多様性をそこから実現させていくんだじゃあ何をもって選んでいくかっていうとやっぱり一つはビジネスやってるんだったら。 どのくらい設けられるかっていうことがやっぱり最終的なセレクションのメカニズムになっていくことはその通りなんだろうと思うんですね。なのでどういうい評価システムが 働くかっていうのはやっぱり競争とまあその中でのお金だったり利益のところなんだろうと思うんですそこは矛盾はしないということです、ねうん、ただえっ、ー、と話の中でやっぱり出てきたのは、うん、あまりにもそのデータビジネスがこれから進んでいくだろうと、うん、でデータの評価の仕方っていうところにかなりその過去の履歴と現状の評価とか遊びがないと、うんえー 出てきたみたみいちょっと失敗したとそうすると評価一度も上がらなくってお金も借りられないっていうのは仕組みとしてどうなのかっていうところがあって、えー、一つはデータがどんどん進んでいく中で評価の仕方にもう少し遊びも含めた多様性があるんじゃない必要なんじゃないかというのはとても重要な指摘だったと僕は思うんですけどね自由と競争が必要だっていうのはなんか今までのグローバリズムとかフリートレートそのままとも聞こえるんですが。 あえて日本型というふうに先生おっしゃったのはどういうふうに理解したらよろしいですかえとそのいわゆるさっきの話とちょっと関係するんですけれどその仕組みとしての競争だとか貿易だっていう話の中に何か自分たちが大事にしているものだったりそれこそまあ人物っていうところも関係するんだと思うんですけど例えば長期的な関係性を大事にするとかあの取引は取引で自由にやるんだけれどもやっぱり長期的な関係の中でいいものを作っていくとかそこで 相手が本当に信頼できるものを評価するとかっていうのはあったんだと思うんです。で、だから日本の仕組みって割とその長期的な関係の中でみんなが。 お互いがどういう人かをしっかり分かってその暗黙知の中でいろんなものを改善していくっていうのが今まで出てきた日本型って言われてるもの,の一つの理解だと思いますね,ねで、それがどんどん割と短期的な競争が入っていくのは事実だしそこにデータが入っていくのは事実なんでじゃあそのもともとの良さをどこまで残していくのかっていうのが多分これから工夫するところで,で、ね、まあ僕はなんか完璧な答えを持ってるわけじゃないんですけどそこの真ん中ぐらいのところをいい形でビジネスモードで出てくればそれが一番いいんじゃないか、うん ととというのが今のがころのとりあえずのお答えですはい田先生ありがとうございますあ,のあとこの問題に関してあと1人ぐらいもしフロアからあればぜひちょっとこういう点を忘れてるんじゃないかとかいやそれ違うんじゃないかとか、えー、何でも結構ですけどもいかがでしょうかこのセッションに参加された方それ以外の方でも結構ですがよろしいですかはいじゃあ鈴鹿さんどうぞはいえっと 京都で、えー、教員やっておりまますす川と申しますあの柳井先生の発言の中にですね、あの寛容性の中であの、規制ももっと寛容になるべきであってあの一、一国二制度でも良いんではないかというような発言に大変刺激を受けたんですけども、あの私、あの30年間東京で働いて、今、京都に行ってるんですけども、やはり経済のシステム、全く違うんですね。で京都の若い経営者のとお話ししてる中で まあ東京のようにやっぱり成長してもっといろんなことしていかなきゃいけないんじゃないかって話をした時に一人の若い経営者があの我々はあの長く続けることが価値だと思ってますとだから儲かるからやるっていうのはそういう話はしょうもなと思うんですって言われてですねだから彼らにとっては意味があればやるし長く続かないのであれば成長も求めるんでしょうけども。 儲かるからやるということはやらないということをおっしゃっていてまあそういうあの富山和彦さんがおっしゃっているあの G と L の世界あのグローバル経済の世界とまあローカル経済の世界とまあ違う制度があってもいいのかなというふうに思いました、うん、あいや大変ありがとうございますあの実は袖川さんは電通総研ですごくいろんな価値観のアンケート調査とかを長年やられて。 で、あの内閣府のあの参与とかやっていただいて一緒にこう助けていただいたんですけど、大変面白い指摘をありがとうございます。はい、えっ、ー、とこの問題大変あのいい議題をしていただきまして、どうもありがとうございました。えー、またさらにこれ一つの刺激としてどん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 深めていっていただきたいと思いますが、えっ、ー、とじゃあ鈴木さんでしょうか。はい。そうですね。えっ、ー、とまあ二つというところで言うと、はい、<coughs> まあだから多分格差社会っていうのを考えたときにこれって2030年っていうのは一つテーマですよね。 でまあ、そこがターゲットっていう考えるとそこまでの雇用トレンドあるいは AI の進化っていうのを比較すると AI は多分それまでは特化型の AI で、まあ、一部の仕事を奪うというような状況が多分12年後ぐらいはあるのでおそらくそれ比較するとあの普通の,この,あの労働人口減と が労働人口減と AI が奪う仕事だったら多分労働人口減の方が多いんですよ。というん、ってことはつまり、まあ、12年後ぐらいだったらね、まあ、これいろんな意見あるかもしれないですけどでおそらくそれぐらいになるだろうと見られていてとなるとつまり人手不足の状況というのは、まあ、変わらないということだと思うんですね。だからそうすると人手不足の状況が変わらないということはつまりあの日本社会というのは仕事を選ばなければ、えー くことには困らない。うん、つまり上はしないけどっていうような多分そういう状況がおそらく来るんだと思いますで、それ,それは一つ目の低下上は、うん、あの人手不足には2030年ぐらいまでにはならないのではないか。むしろ人手不足のトレンドは続くだろうっていうこと,とあ。あごめんなさい。な続くってことですね。すねはい。はいで、えー、でそれってやっぱりある面では幸せですけれどもある面ではやっぱりそれ格差が拡大するんじゃないかっていう側面がある。でその時に結局じゃあそこで、えー、そこで ただ食えればいいという状況からやっぱ変わるために必要になってくるのかっていうのは多分今の柳川さんの議論で言えば暗黙知あるいは松尾さんの議論で言えば人間性ですよねっていうものをどうそこまでに割とだからそと12年というスパンの間でどうそういうものを成長させるような環境を整えていくのかっていうのがテクノロジーをどう今社会にインストールして格差拡大っていう以前にやったほうがいいことがそっちなんじゃないかなっていう気はしています。だからそうすると まあどうすんのなのかっていうとやっぱり多分コミュニティっていうねすごいつまんない結論ではあるんですけどやっぱりその暗黙地とか人間,人間性を鍛えてくれるって何かってやっぱり人ですよね人との出会いがそういうものをあの鍛えてくれるっていうことただでもやっぱりあまりにもそういう自分の仕事とかあの周りの人間関係と違うコミュニティに属する経験がないのでまあだからそういうことをいかに機会として増やしていくのかその時にちょっと我々の分科会でひ月きになりそうだったのが副業でしたね うん、副業っていうのはまあ、今かなり it 企業とか積極的に認めているようにな,なってます。けれども、多分これは制度的にもある。いはまあ我々のマインドを変えるという意味。でも、実はインパクト大きいかもしれなくて、ここはもっとなんかあの展開させる可能性があるんじゃないかなと思いました。以上です。はい、はい、あのありがとうございます。すごく分かりやすいテイクアウトを示してくださいました。あの1つ後で関係する。 あの議論でですね佐々木さんのところで松尾先生があの AI に関係なく8割の仕事はそもそもいらないんだという, <laughs> <laughs> いうような意見に対してはどう思われまますかまあでも僕もそれは同意見といえば同意見ですねというかもう記者の仕事って結局そうじゃないですかもう今かなり AI がもうあのなんですかね代替し始めていて。 だかからなんかまあこれもよくある話で僕もいろんなところでしてますけどあのもうオリンピックの報道とかワシントン・ポストが実際、記者があの始めていてでも、なんか面白かったのはワシントン・ポストが大体3 4 0人ぐらいいつもオリンピックに連れて行ってみんな速報のために動かしてたんだけど今回、AI に任せたんでインタビュー取ってこいってやったんですよね。ね インタビューを取ってきてストーリーを取ってこいっていう話をした結果ワシントン・ポストが結構やっぱ厚みのあるあのリオ五輪の報道ができたっていうこれはやっぱりなんか人間と AI の共同していくっていう意味ではある時期までは結構有効なんじゃないかなっていう気はしてますけど確かストーリーっていうのが、ね、この AI の議論で誰かあの、ね、りましたけどねあえて松尾先生何かコメントありますか今の問題に関して いや、えーと、その通りだと思いますけども、えーとまあ、そういう意味ではやっぱり人間が何に価値を感じるかっていうのがすごく大事で、うん、人間はその事実を知ることも大事なんだけどもやっぱりそれ以上にその裏にある、まあ、ストーリーを知りたいっていうのがあると思うんですそれは別に昔から神話とかみんな好きなんで、まあ、それと同じことだと思います。ただ、それをを、追求するっっていう話と、やっぱりテクノロジーを 追求するっていう話は両方やらないといけなくて多分そのテクノロジーを追求した先にそ,そ,そういう付加価値の世界が出てくると思うんでだからまあ,あの両方必要なんだなというふうに思いましたはいあの私たまたまちょっといろんなとこ回らせていただいた時にあのファシリデーターの津田さんがすごくあの刺激的なことを私に言ってくださってね覚えあのそれだけ覚えてるんだけどもその格差 昔はあんまりみんな貧しければ気にならなかったあのフラの方の発言になってでも格差の見える化が進んでいてそれがいろんなこう不満に結びついていると社会のフラグメンテーションに結びついているっていうようなことをおっしゃったんですがそれは今後どうなりますかねこうねこれ難しいですよね、うん、でも結局これってある種もう止めようがないじゃないですか、うん、つまりだからもうこれだけ今あのスマホで 今年の8月にあのデジタルインえと2018というそのネットの利用率のデータが公開されて、はい、それを見ると世界中の人口の4割がスマホを使ってえーとソーシャルメディアを使ってるんですよね<っ>。うんうん だからもう世界の人口でそれだけなんで、うん、だからもうそうするとその流れをもう止めるかっていうと止めることは難しいしまあだからツイッターやってたらね別にフォローしてなくたってゾ o タウンの前澤さんが宇宙に行くとか <laughs> んなあのいろんな人をあってるとかっていう情報が入ってきちゃいますからね、うん、でもなんかそういう中でなんか見,え見えないようにするにはもうあのネットとの接続断をもう切るしかないじゃないですか、うんでもき。だか,らなんか今メリットと つながることのメリットとつな、えー、がることのデメリットそれはメンタルも含めたデメリットみたいなものっていうのでそれがだからどっちもやっぱり過剰化しちゃってきているのでその中でどういう選択をするのかあるいは中間でそういうものをちゃんと緩衝材みたいになってくれていい情報だけちゃんと伝えてあげるようなだから多分そういうような人って、はい、だ多分、もしかしたらそ,うしゃあでもあのその意味で面白かったのはと岸田さん、リタリコで。 ソーーーシャルワカの人にプロググラミンを教えたりとかるらしいんですよこういうんかいろんなスキルセットみたいなものを横断的に交わしていくっていうことでそういうんかメディエーターみたいな人がどんどん増えていく可能性があるのでこういう人たちをもっと増やしていくことは重要かコミュニティ新しいコミュニティそがスマホとかのメディアを通して作られていくっていう側面も

テレビ出てて、紅白とか出てるレベルの感じの芸人です、うん、いいや佐々木さんって、すごいあ今、動画を力を入れられて、うん、ネットフリックスとか最先端の動画ビジネス知ってるんですけど、一方で、あのこれ、悪口じゃないですよ、アキラ100%知らないと。うん、で、われわれのセッションでも、バイアスっていうのが話題になったんです、例えばパスポート持ってる人、どのくらいいますか、うん、溝口さん青森県ののパスポート取得率どのぐらいですか 8%なんでですね青森で岩手も10%切っているとだからもうこの時点でバイアスが起きてるんです皆さんパスポート当然持っていて、うん、何かあれば海外に行けるっていうイメージで世界を見ている層と青森の人パスポート10%持っていないと、うん、このバイアスアキラ100%を知ってる人、うん、知らない人とまあ佐々木さん落合陽一を知ってる人、うん、いろんなバラバラになっているとで弱いリーダーっていう場合にどっかこの言葉のイメージが何か だらっとしてたりとかイノベーションが得意じゃないって皆さん思われるかもしれませんが逆なんですよね、やはり突っ込まれる人、今みたいになんで知らないんですかって言われたりじゃないですか、アキラ100%。っていうのが 多分今日帰ったら YouTube 見ると思うんです。こういうリーダーじゃないと、もう情報が遮断されると、うん、もうバイアスのまま突き進むっていうのが結構今の日本のイノベーティブな環境を阻害してるんじゃないかと思ってますね。うん、ここにいる人、皆さんイノベーティブだと思うんですが、パスポートを持ってる時点で全然知らない世界があるという、そこの遮断をどう。 取っ払うかというのが実は弱いリーダーという言葉は悪いですね。でこぼこのリーダーが求められていることなのかなっていうのは私たちのテイ低ウェイでした。うんうん、いやありがとうございます。今のバイアスの話はねアパスモントについてすごく面白くてあの世代間のギャップもものすごくある。であえてそれで聞きますけれども、じゃあしかしそれでも政治のリーダーに関してはどうなんだろうかと。例えば一つの例としてそのこの間から賭け問題というのがありますけれどもあれは。 とにかくワイドショーをいっぱい見てる60代、70代の人に対してはものすごい批判が強いと、うん、でもテレビをあまり見てない20代に対してはまあいいんじゃないのっていう感じになってると、うん、でも、そのことを双方を踏まえて、えー、選挙を薄くする政治家は何かやらなきゃいけないし、うん、その時の政治家っていうのはじゃあどういうふうな政治のリーダーっていうまさにまあ政治のリーダーがある意味でのトップになるんですけどもその時にはやはり凸こって とはは言っていいいいられれななような気ががすすすするんででけどいかがですかそれは思いますねあの例えば政治家の人もあまりにも今問題が多様化していて1つの問題を決断しても必ずそこに反対論者があると、はい、なのでどうか決断しなきゃいけないと思うんですがそこはもう決断した後にもう1回そこを情報公開して絶えず決断を疑ってかかるということは、まあ、それが選挙かもしれないんですが選挙よりもう少しタイ,ムランあのタイムスローが短い範囲で常に批判検証を受けるという仕組みが 必要かなと思いますね、うん、今ちょっとあえて私こういう質問したんですが、うん、あのその辺もちょっと垣間見ておられる。 いやい私もいいご質問だなと思って考えて聞いていたんですがそのリーダーっていうのは確かにその最初にもおっしゃったように非常に危機的状況の時は強権的なリーダーがいないと多くの人の命を危機にさらすって考えると、うんうん、政治のリーダーというのはある意味大変な数の方々国家に住むすべての人たちの命を預かる存在であると考えるときに凸凹ココでたくさんの意見をもらってみんなが意見を言えるようにというのは確かに必要なんだけれどもそれ以上にやはりその強さ 決めるある意味強引に動かすそしてもっと長い視点でっていうのは必要なんですけど、うん、そういうものの必要性っていうのはなのでどういうものに取り組む集団におけるリーダーなのかっていう前提条件は非常に重要だなっえっとそれは反対ですねあおそらく時期の問題だと思います、うん、あの、うん、カール・シミットという学者がいるんですが、うん、えリーダーというのは常に 国家では法を超えてもいいと超法規的な決断するのがリーダーだと、うん、私は賛成です、例えば危機的な状況の時にはバシッと決断してそれもルールも無視していいと思うんですよだからもしかしたら田中角栄さんの方がリーダーかもしれないと、うん、でもその後に必ず批判検証を受けるためには凸凹ココにならなきゃいけないだから業界に限らずですねまずは決断するとただその後に俺が決断したんだからもう批判を受け付けませんではなくてそこから凸凹ココになるべきだと思うんですよね、うん。なるほどな 一人人の人間に両方今, <ね S 1> 今の話を聞いて思うのはやっぱりリーダーはある程度変わる方がいいとそうですねいうことだしえ強いリーダーについていくときリーダーを新しく変えなきゃいけないときこれは実はフォロワーの問題なのではないかとリーダーシップの議論するんですけどフォロワーシップの議論ってあんまりしないわけですけどもフォロワーの役割っいうのは大変こうむしろ こういう時代に重要になってくるのかなというふうに感じたんですがいかがでしょうかそうですねあと,あと今特徴なのはリーダーとフォロワーが変わるかなと、うん、例えばある IT 企業はですね部長が突然 平社員になったりするんでそれは広角ではなくて、役割の変化だとサッカーでいうオーバーラップだとディフェンダーがゴール前にいてゴールを決めるみたいにどんどんやり,かれやり方とか役割が変わるのが今の企業なのでフォロワーも上司に文句言ってるんじゃなくて自分がリーダーになるかもしれないとかリーダーももしかしたら平社員イになるかもしれないそういうもう少しダイナミックな発想が必要かなってそれが同じくなココなのかなと思いま松尾先生が先ほど言われた人間が人間社会が長年培ってきた。 そういうその地位とかですね年齢とかそういうものとどういうふうにその折り合うかっていう問題は多分出てくるのかもしれないですねはいお待たせしました佐々木さんあすいませんお願いしますあの。 あの同じことの表裏なんですけどお金を稼ぐ市場とお金を使う市場がこれから大きく変わるんだなってことを実感させられましたまず稼ぐ市場のところなんですけども今日参加者の方で建築家の女性の方があの鋭い指摘をしてくださったんですけども建築でいろんな見積もりを出すといわゆる作業というような誰がやっても変わらないところには値段がつくけれどもいろんな人をまとめたりとかアイデアを出したりであるとかプロデュースをしたりとかそういうまさに AI が発展した後の時代に大事なところには日本では 給料としてお金がつかないということをおっしゃってたんですねなので今壮大なそこの給料本当の仕事のこれからの価値と金銭価値に壮大なギャップが あるというふうに思ってまして、これあのお世辞とかではなくして本当にお笑い芸人の方とかって、私もっと給料高い方がいいんじゃないかなと思うんですよ。<laughs> これ、吉本興業の方に対する <laughs> あのこれ、吉本興業の方に対する批判とかじゃなくてですね。9対1でも8対2です。でも、そこは私どうでもいいんですけども、<laughs> そのお笑い芸人の方の価値って明らかに希少であってですね。ai も大体できなくてですね。ドカーンと給料上がるぐらいじゃないと。社会おかしいと。 いうふううふに思うんですクリエイティブな方もそうですしクリエイターの方もそうですしそれなのに大企業私大企業嫌嫌わなじゃないですよ大企業のホワイトカラーの方とかってこれからやはり普通に仕事をしてたら価値は明らかに落ちると思うんですけどもそういう方の価値が高くてみんなあの両親の方も目指せ目指せって言ってるじゃないですかそこはやっぱ明らかにおかしくてこれからその市場の需給ギャップみたいなものがぐわっと変わる時期が間違いなく来るんだろうなっていう気をすごくしています。なので若い子が今 私、なりたくないですけどあれは正しいのかもしれないですね、あれはもう、まさしく人物を目指しているわけですね、ちょっとコメントいただければ幸いです、どう思われてらっしゃるか今のね、バランスがおかしいというのは、ちょっと経済学的に言うと、生産性労働の限界生産力に見合った賃金が払われているはずなんだけども、それは多分、マーケットが正しければそういうふうになるはずなんだけど、そうなってないと、それは変わるとにおっしゃったんですけども、それはほっといて自然に変わるんですか、それとも何か変えなきゃいけないんですか。やっぱり政策も も変わらなきゃいけないとは思いますけれども、その解雇規制の問題とかいろいろあると思うんですけど、けど自然となんかそういう人の価値を上げていかなきゃいけないメカニズムが、例えば海外の勢力が入ってきたりするではあると思うんですね、例えばサッカー選手とかにも同じこと言えると思いまして、イニエスタって、やっぱり明らかに突出した。 ファンタタタジスススでで世界のーーーパースターなわけですよねそこにあなあ何十億でしたっけあの三木谷さんが金払って何十億ってついたわけですけどあれは世界で見たら決しておかしい数字ではなくてああいうのがついたりするわけですよねですのでちょっとそこの市場のプレーヤーに今までいなかった人が入ってくることによってちょっと突出した額がついてそれによって市場の構造が変わるってことはあるんじゃないかなって気はしますね。うんうんね はい、もう一つの使う市場は、どうう使はこれはですねあの最後の,うちあのまた反省会の時に松尾先生がおっしゃっていてその通りだなと思って <laughs> 松尾先生印象、引用ばっかりしてすいませんと著作権は大事でしたので, <laughs> でこれから家計支出の中身が変わるって話を先生はされていて、うん、今までの衣食住とかにかけていた比率とかがこれから変わっていくんだよとでこれからいろんな人の消費は昔の王様に似ていくのではないかっていう話をされていて、うん、もう必需品は揃ってるわけです。よね それ残ったお金の財布があればそれはもしかしたらアートに使うかもしれないですし教養を高めることに使うかもしれませんしあとはやはり恋愛とかに使うかもしれないですよねそれで文学作品とか生まれましたしなので消費の構造自体も今後大きく変わっていくんだなってところでそこの2つがすごくインスピレーションとして大きかったですね。 今日はあはパスポートを持っている方がほとんどで、お金は恋愛にたくさん使っているかもしれないですが、一方で所得格差がものすごく高まってくる中で、必需品がも必要になっている世代も多いわけで、それでもそういうふうな現象は起こるというふうに考え、社会全体としては起こるというふうに考えてよろしいんでしょうか。あのこれも津田さんとかも意見を伺いたいですけど、どんどん世の中進んでいけば、そういう必需品のコストはやっぱり落ちていくとは思うんですよね。そうすると そんなに飢餓とかそういったものっていうのは今ほど深刻ではなくなっていくのではないかなと最低限の生活っていうのは多くの人がしやすい社会にはなっていくんじゃないかなとそうするともちろんあまりにも強い富の格差っていうのは大きいのは問題視されるかもしれませんけれどもその多くの富を持っている人も新しいお金の使い方みたいなものを見いだす可能性もあるんじゃないかなとそれはロケットがいいのか分かりませんしビル・ゲイツみたいな形がいいのか分かりませんしそれ新しい なんか社会に役立つようなお金の使い方っていうものを発明するっていうことが、これから大きく問われるんじゃないかなっていう気がしますね。津、うん、田さん、その貧困問題を議論した立場でどうですか？なんかだから、やっぱりセーフティーネットが誰がどのように支えるかって話だと思うんですよね。で、多分あのまあ、ちょっと話で僕もいろんなとこでよくする話で、あの例えば生活保護っていうものに対してすごく。 ネガティブなイメージ、皆さん持ってらっしゃることも多いし、実際そういうことがきっかけでネットが炎上したりするわけですけど。でも、あのドイツとか韓国で10年ぐらい前から変わったのが、あの生活保護っていう日本語と同じような名前だったのを雇用保険2。みたいなやり方に変えたんですね。名前をで、うんうん、それ要に。それは今はたまたま働けないけれども、その人が受けているものが雇用保険通だって言って、それを変えたことで。すごく印象が変わったみたいな。実はやらなきゃいけないこと。たくさんあるし、セーフティーネットをする。 に関わること民間が関わることがかっこいいみたいなそういう価値転換みたいなのを起こすことっていうのがすごく重要じゃなないいかなっていうのを思いました1、うんうんまあ、つその政策点で出るのはベーシックインカムのような話で、うん、でも2年前にスイスでこのベーシックインカムやるかとまさにあの新しい第二大使、ねね、2次のやるかこれ国民投票で否決されてるんですよね。うんうん ま,あそこのあのまさにその時にまたリーダーがどういうリーダーがというようなことが出てくるかもしれません、うん、全体を通して内田さん、どうですかいや最後、私なんですか、<laughs> 私<私>いやでも今、こうやって議論していただいて、改めて思うのは、もう一通りこうあり、全部つながってるってことですよね、だから格差、本当になくなるのか、テクノロジーっていうのは、まだそこ見えてきてなくて、だけど、その中にシェアリングエコノミーというのがあって、そういうものを通じて、地域で閉じてシェアリングエコノミーをやることで、それぞれの人がもしかしたら稼ぐ方法もあるかもしれないと。うん いうこともあるということなのですが、あの、そういう意味では、もっと深めていかなきゃいけないし。もう一度クロスをやると、もう少し見えてくるかもしれないというので。あの、さらに、この議論をまた、来年に続けられることであれば、続けてみたいと思うし、皆様の中で。あの、もう一度反芻していただければと思います。質問はどういう。はい、あの。時間,が時間なんですけども、はい、ぜひ質問だというご声がありますので。あの、手短にどなたにかっていうのをお願いします、はい。すみません、あの、ちょっと質問というより、あの、違法。 感を今日、感じたことを一言だけ言わせていただきたいんですけれどもあのここでこういう素敵な方々が集まるこの21世紀のライフスタイルを考えていくっていうイベントであのパッと見渡したところ車椅子の人が僕しかいないっていう現状にとてもこう違和感を感じてずっと心臓がバクバクしている状態でしたのでなんかこうもっと車椅子の人も。 関わって、えー、イベントができるようになれたらすごく素敵になるんじゃない、より素敵になるんじゃないかなと思いました。うんうん、なんかサジェスョンありますか。はい。どうやったらいいかっていう私だったらサジェストあったら<あ>ぜひお伺いしたいんですが。はい、あのー、簡単で多分そのあの仕事の場所にいたりそういう車いす人がいたら一緒に行こうよっていうふうに。 僕も友達連れて来れなかったのがすごくちょっと悔しいんですけれども一言言えればよかったのかなっていうふうに思いますあの寺田さん、うちのセッションにそうですよね今回何かお誘いくださったんですよね、武田、はい、さんがねそれであの今、の今元とホストしていて車椅子ホストをしていて、はい、で今は日本中を車椅子をしてくださいって回ってらっしゃるんですけど、うん、みんな協力して回ってくれてるとで、おっしゃってたのはリーダーっていうのは助けられる人なんじゃないかということをおっしゃってるのがすごく私のテイクアウェイでしたね。うん ありがとうございます。ま,すまさに先ほど言ったデコボコの、はい、まあ、いろんな多様な人に対する社会のめくわりというようなものを私たち一人一人がまあ結局人間性のヒューマニティであって私たち一人一人の問題に跳ね返ってくることかなというふうに思いました。えー、皆さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。登壇者の皆様に改めて大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 そしてご参加いただきました全てのお客様に本当にありがとうございました。